はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチ妖怪装備シリーズ、武士ニャン、ロボニャン、メラメライオン、コマジロです。はい、このシリーズは第2弾で、前回はこの4体が一気に発売されました。案外ちゃんと塗られてて造形も良かったですね。今回はこの4つが同時発売しましたので4つ一気にレビューします。まずは武士ニャン、何気にちゃんとパッケージがレジェンド妖怪のゴールドになってて、他の妖怪と差別化してありますね。結構細かいです。裏もちゃんと違いますね。では開けます。シールを取ってビニールを引っ張るとここから出ますね。よっと、おお、色がいい。これすごいですね。ちゃんと武士ニャンのこの鎧とか刀まで細かく色分けしてあります。へえ、全体はこうなってて、上側と下側、相変わらず装備というか結構硬いんですけど、作りはいいですね。で、可動は首のみで、それ以外は動かないですね。前回レビューしたジバニャンと比べるとスケールは全く一緒ですね。でもやっぱりブシニャンは作りいいですよ。で、下側もフラットですから、ドンと置いて自立しますね。はい、プラモデルブシニャンと比べるとこうなります。大きさはほとんど同じなんですけど、やっぱりこっちは体型がぽってりしてますね。ただ鎧パーツのカラーとかは圧倒的にソフビの方が原作に近いです。次はコマジロ、はい、これも出します。もう見るからにコマさんとかなり似てるっぽいですね。よっ、あー、このぽってり体型も可愛い。そしてコマさんと比べるとほぼ同じ商品ですね。色だけが違って、それ以外は全く一緒。可動箇所も一緒ですね。首のみグリッと動きます。これはコマさんも同じ。はい、兄弟が並ぶとこんな感じ。この二人はやっぱり和みますね。次はロボニャン。ニャン系は次々と商品がされますね。ジバニャン、ワルニャン、ブシニャンと続いて、今度はロボニャン。よっ、おー、ちょっとなんかロボニャンのシャープっぽいイメージとはだいぶ違いますね。はい、プラモデルロボニャンと比べるとこんな感じ。もう顔の形が全然違うのと、やっぱりこのボディラインはロボニャンにはあんまり合わないですね。ただ全体はちゃんと色が塗ってあって、このメカっぽい点々部分も立体的になってますね。可動は共通で首のみです。では今回最後はメラメライオン。これもなかなか色が多そうですね。はい、出すと、あー、なるほど、なかなか可愛いです。はい、全体はこうなってて、色分けが細かいですね。服の部分とか表情とか、このグラデーションもちゃんとしてます。ただメラメライオンも元々はこんな感じでボディがシャープですから、かなりディフォルメされてますね。で、可動箇所は首のみ。はい、今回紹介した4体を並べるとこうなります。ブシニャンとコマジロはなかなか良かったんですけど、ロボニャンとメラメライオンはだいぶ可愛い感じになってますね。前回のも合わせるとこんな感じですね。合計8体になって妖怪も増えてきました。はい、ということで妖怪ウォッチ妖怪装備シリーズ、ロボニャン、ブシニャン、コマジロ、メラメライオンを紹介しました。4体とも可愛いんですけど、やっぱりブシニャンが圧倒的に完成度が高くってすごい気に入りました。第3弾があれば妖怪ウォッチ2関連の妖怪を装備化してほしいですね。以上、妖怪ウォッチ妖怪装備シリーズ、ロボニャン、ブシニャン、コマジロ、メラメライオンの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。